東京六大学野球中継は東京六大学野球の野球中継番組で近年では日テレ GBS 日テレやスカイ ABS 朝日で放送されている1936年頃の東京六大学野球中継1925年に始まったラジオ放送は東京六大学野球の人気を全国的に盛り上げるのに大いに貢献した引け時のラジオ屋の前は 群衆で大変な雑踏だ。各世紀を通じて、国国の試合の経過を、みんな熱心に聞いているのだ。そしてアナウンサーの一声に連れて、群衆がどよめき総合を崩すのである。会社員も商人も小僧も、みんな悲劇を持っているのだ。どこのラジオ屋の前にも、そしてスコアを書き入れた紙が、蝶ョである。スポーツが、野球が、 こんなにも大衆に直接呼びかけてきたのである。今は次郎、審判大東京案内中央公論社、1929年、167ページテレビでも、早々期から6大学野球の中継を行い、マスコミの長寿となった。1960年の総計6連戦当時は、NHK だけでなく東京キーの民放全局が、これを中継するなどしていたが、その後民放は順次撤退。 NHK も放映数を減少させていった。テレビ、神奈川や東京メトロポリタンテレビが開局直後から数年に渡り試合中継を行った。唯一試合中継をしていた NHK も1980年代に入って総計戦を含む数カードに中継を絞り、その後ラジオ中継を廃止、1997年春季には総計戦のテレビ中継も中止した。 しかしそのシーズンに高橋義信がリーグ大記録の22号本塁打を総計戦で放ったため視聴者から中継中止に対する抗議が多数寄せられる事態が起きた。歴史的瞬間を逃した失態と感じたか NHK はその年の秋のリーグ戦から総計戦の中継を再開した。2007年には前年夏の甲子園で優勝し、 話題となった斉藤祐希投手が、早稲田大学野球部へ入部して注目されると、民放も中継を再開。斉藤の初登板となった、開幕戦はラジオ日本放送で生中継された。また日本テレビは、地上波に加え、衛星放送の日テレ GBS 日テレや、インターネット VOD の第二日本テレビなど様々な、形態で中継を行っていた。衛星放送では、 1990年代の初期に、パワーチャンネルが土曜日、日曜日に開催された試合を生中継したことがあったが、パワーチャンネルが MTV に組織変更されたため、その後はガオラが制作を担当。また、前期の東京 MXTV の中継録画をスポーツ i ESPN で放送していた。さらにその後スカイエイッテレジーと放送局を転々としたが、 日テレの中継打ち切りを受けて2009年からスカイエーでの放送に戻る。後にテレ朝チャンネルに行移行。日本テレビは基本的にリーグ戦を日テレ GBS 日テレで放送していたが2006年秋季リーグ戦から第2日本テレビでインターネット中継が実施され2007年春季リーグ戦からは斎藤祐樹の稲田大学入学を機に日本テレビ系列が 公営権を取得、42年ぶりに地上波で東京六大学野球中継が放送されることになった。4月14日の春季リーグ戦の開幕戦や総敬戦が地上波で放送された。制作スタッフは全て日本テレビの局員による中継となっており、技術、カメラ、中継者は系列会社以外の千代田ビデオが行っていた。 日本テレビは東京六大学野球中継を放送するにあたり、ゆうちゃんのテーマソングなるものを当時、東京学芸大学4年生の学生に制作依頼し、2007年春季リーグ戦の開幕戦で披露されたが、その後は使われることはなかった。2008年秋、日本テレビは経営悪化による制作費削減のため、東京六大学野球中継から撤退。 スーパーより参照大学新聞からの情報提供東京6大学野球野球中継は原則として春、秋ともに総計戦の日曜の試合を NHK 教育 NHKE テレで生中継する。90年代後半まではラジオを含めて主に上位校対戦カードを数試合程度中継していた。七年の春のリーグ戦では斉藤祐樹投手が投げるため、 緊急性中継で、早稲田大学 VS、明治大学を、地上波で放送した。また2010年秋には、同様に首相を務める斎藤が登板する総計の、優勝決定戦を緊急で生中継。2012年10月28日の総計戦は13時、試合終了まで放送するが、14時までは、第60回 NHK 杯テレビ囲碁トーナメントを、 放送する、関係上、サブチャンネルで放送される。なお、この試合は、NHK ワールドプレミアムでも、同時放送される。2020年春は、NHKBS1 で放送された。数節以上担当した人物を記す。経歴は、解説時点中心。スーパーより参照日テレ GBS、日テレの中継打ち切りを受け、2009年春季より、 スカイ A にて放送を再開。一部の試合は BS 朝日と朝日ニュースターでも放送されている。その後、同じ制作体制でテレ朝チャンネルにでの放送となった。原則として、春、秋ともに、早計戦の土曜の試合を BS 朝日にて生中継する。それ以外については、スカイ A とテレ朝チャンネルににて、早計戦を含めた高カードを抜粋して放送される。 1997年春季リーグ戦より数年間生中継で放送。原則として毎週末全カードを生中継した。総計戦等 NHK で中継がある場合は放送がなかったが1997年春に高橋義信が首相で連盟大記録の22本目の本塁打を放ち、境内が久々の優勝を果たした。 総計戦は当時 NHK が放送を行っておらず、単独での中継となった。また、CS 放送、スポーツ ISPN での録画中継では、開始から終了まで放送された。2006年には、東京6大学選抜チームと東京ヤクルトスワローズの試合を中継した。日本放送協会、20世紀放送誌、年表。 22から23ページ日本放送協会20世紀放送誌上61ページ AB21 世紀スポーツ大辞典大週館、書店、2015年764ページ2012年10月28日の総計戦は13時5分からの途中飛び乗りで放送されるがカナダの西海岸で発生した地震で太平洋に津波の可能性が出てきたため その津波に関する情報をティッカー表示で海外在住の日本人にあまねく伝える関係上当初のスクランブル配信からノンスクランブル放送に変更された。ありがとうございます。